松島茂雄4月14日から1982年11月2日は、日本の実業家、美容指導者、和装教育者、ヨガ指導者、文学士、美容師、僧侶。本名松島茂雄。関西学院大学卒業後、東宝撮影所、美少部に勤務。退職後、美容研究会、日本ナオミ会を発会、会長に就任。和装教育団体。 全日本和装協会、ヨガ研広法普及団体、国際ヨガ協会を創立。連合会会長として、各会の指導、運営にあたる。株式会社、ナオミ会、代表取締役、宗教法人人通産選考員、臨住。1924年、大正13年4月14日、大阪府豊中市に、松、姉妹財門の長男として誕生。 旧制度夜中中学、剣道部で全国制覇するなどを活躍。関西学院大学、文学部在学中から、スポーツ新聞や美術写真集、雑誌、文芸復興などの出版事業を手掛ける。紐の着付教室が開校される状況にあって、美容師として自らの技術を高めること、個性美学理論を活かしたコーディネートと伝統的な技法の普及を目的に、 和装教育者、麹利千代に、民子夫妻の協力を得て、1972年、昭和47年に全日本和装協会を京都で発会する。以降、全国の日本ナオミ会を土台に指導者の育成と教室展開を行う。受講者の技術向上のために翌年に競技会、第1回全日本着物着付け選手権大会を開催する。静岡県三島市に、 ヨガの修道場を主催していた、沖正弘氏と協力して、国際ヨガ美容学会を1972年、昭和47年に発会する。後に、それぞれ独自の活動に専念するために、沖氏と別れ、団体を国際ヨガ協会と解消。インドから HA ラオ氏を迎え、また、インドへ講師を派遣するなどして、伝統的なヨガの研究と、 並行して、個性美学理論を活かした、日本人のための世が健康法の確立を目指す。テレビ番組杯、はい。土曜日です。ありがとうございます。